それではお時間となりましたので始めさせていただきます。皆様本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。これより佐渡豊隅田音楽大使および新日本フィルハーモニー交響楽団ミュージックアドバイザー就任記者発表会を始めさせていただきます。それでは本日の登壇者をご紹介させていただきます。東京都墨田区区長山本徹様、はい、どうもよろしくお願いいたします。新日本フィルハーモニー交響楽団理事長宮内義彦、墨田区墨田音楽大使新日本フィルハーモニー交響楽団ミュージックアドバイザー佐渡豊、よろしくお願いします。また補佐席には公益財団法人墨田区文化振興財団理事長小林清様、よろしくお願いいたします。新日本フィルハーモニー交響楽団専務理事林豊、よろしくお願いいたします。新日本フィルハーモニー交響楽団事業部長大貫敦史、ご質問の際には補佐席よりお答えをさせていただく場合もございます。なお山本区長様は14時ごろご都合によりご退席をされますので誠に恐縮ですけれどもご了承くださいませ。フォトセッションは前半終了後に行う予定でございます。今回の発表会では前半は墨田区墨田音楽大使についてお話しさせていただきます。2022年4月墨田区では初めての試みとなる墨田音楽大使として指揮者佐渡豊が就任いたしました。墨田区長山本徹様より墨田音楽大使のご紹介と期待されることなどをお話しいただきます。山本様よろしくお願いいたします。どうも皆様こんにちは。今ご紹介をいただきました墨田区長山本徹と申します。こうして佐渡さんを音楽大使に迎え、そして宮内理事長さんと3人で並んでですねこの記者発表会ができますこと、区長としても大変嬉しく、墨田区にとってもですね、こんなに素晴らしい出来事はなかなかないなと、こんな思いでこの場に立たせていただいております。少し歴史も含めてお話をさせていただきますと、墨田区と新日本フィルハーモニー交響楽団、昭和63年に我が国で初めてとなるフランチャイズ提携、これを結ばしていただき以来ですね、この墨田トリフォニーホールも拠点とこうしながら本区の音楽文化、墨田区は音楽都市構想という構想のもとに動かしていただいておりますので、そういう音楽文化の振興にですね本当に力強くお力をお貸しいただいていると、こういう状況にございます。日頃の定期公演をはじめ区内の小中学校にもですね、そして福祉施設等にでもアウトリーチ活動として演奏していただいたり、近年ではですね大体墨田区区内夕方の5時半ぐらいになりますと夕焼け小焼けのメロディーが区内一斉にですね防災無線から流れるんですが、その音源その演奏を新日本フィルハーモニーさんにお願いをして、それが毎日こう流れていると、こんな状況の活動もお力添えをいただいているということでございまして、新日本フィルがこの我が町のオーケストラとして墨田にとって、本当にですね身近な存在貴重な存在であると、こういうふうに感じているところでございます。そしてこの令和4年今年はですね墨田トリフォニーホール、このホールが開館して25周年という節目の年であり、新日本フィルハーモニー交響楽団創立50周年を迎えるという2つのこの記念の年にあたるということでありまして、この記念すべき節目の年に新日本フィルのミュージックアドバイザーになられた
佐渡豊さんとご縁があり、私どもにも墨田区にとってもですね、墨田音楽大使への就任をお願いし、こうして今日発表もさせていただくというところでございます。佐渡さんはもう、若い頃といったらあれですけども、このホールで指揮を取られて演奏会をされたりしたこともあるようですし、トリフォニーホールの、今までの、盛り上げというようなこともしていただいたわけですけれども、ぜひこれから墨田音楽大使としてですね、改めてアウトリーチ活動、そして音楽の楽しさや素晴らしさをですね、墨田区民に教えていただいたり、ここを拠点にですね、全国各地に発信ができたらなというふうに思っているところです。で、早速区内の墨田川高校という高校の吹奏楽部にですね、つい先日ご指導に行っていただきまして、まあ、やっぱり子どもたち佐渡さんに会えるってい こう嬉しさや緊張もありながら、時間が経つごとにですね、演奏が大きく変わっていったと、素晴らしくこう成長が感じられたというようなご報告も私いただいておりまして、まあ、これもですね、墨田区ならではのこんな試みにが子どもたちにですね、伝わっていくというありがたいことだなというふうに感じているところでございます。まあ、墨田区民、まあ、27万6千人と言われておりまして、まあ、こういうすべての皆さんに音楽都市としての墨田区、そしてこう豊かな生活を送っていただくというか、ポストコロナ、大変制約を受けた厳しい文化の行事もですね、音楽の行事も大変厳しい状況にありましたけれども、ぜひこの就任を機会に、ポストコロナの墨田区、その中でこの音楽が柱の一つになっているということをですね、これから形に表していきたいなというふうに思っているところでございます。さらに佐渡さん、実は土曜日の公演演奏会の中でもですね、マイクを持ってこうスピーチをいただくときに、本当に墨田区愛を感じるようなスピーチが多々ございます。本当にこう私も観客席で聞いていたんですが、まさに墨田区のことを考えていただいているんだな、墨田区との連携していきますということを満員のお客様にお伝えをしていただけているということ、さらにはですね、お時間のあるときに墨田区内を佐渡散歩っていうらしいんですけど、そういうこう散歩をしながら区の魅力を見つけていただきながら、これをまた演奏や連携に生かしていただくと、積極的にですね、動いていただいているということにも感謝を申し上げたいというふうに思っています。まあ、これから私どもも音楽都市墨田としての、まあ、新たなステージというのですかね、そんな思いも含めて、新日本フィルハーモニー、交響楽団の楽団員さん、そして、理事長、宮内理事長をはじめとするスタッフの皆様方、さらにこの佐渡監督さんと、ミュージックアドバイザー佐渡さんとですね、しっかりこう手を取り合って、区の発展にですね、結びつける、そして区民がこの素晴らしさを感じていただきながら豊かに生活をしていただく、まあ、このことを目指して、今日新たに、そんな気持ちで、私お話をさせていただきました。どうぞ引き続きまたご注目をいただいて、私どもからもしっかりこう情報発信もしたいなというふうに思っておりますが、ぜひ皆様方にお力添えを賜りますこと、よろしくお願いを申し上げまして、少し長くなりましたが私からのご挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、佐渡豊より墨田音楽大使としての抱負をお話しいたします。佐渡さん、よろしくお願いいたします。佐渡です。今日は本当にたくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます。まあ、ミュージックアドバイザーとしての話はまた後ほどさせてもらうとして、この墨田音楽大使というタイトルをいただきました。本当に嬉しく思っています。オーケストラ、この新日本フィルハーモニーのやっぱり特徴というのは、さっきも区長からお話ありましたけど、このフランチャイズにしているホールを持っていること、
ここで練習をして、ここで本番ができること、そして、町と劇場とオーケストラがしっかりチームを組める、ここがもう明らかに大きなこのオーケストラの魅力であり強みであると僕は思っています。兵庫の県立芸術文化センターの芸術監督をもう20年、務めてきました。西宮という、神戸と大阪の間の町ですけど、そこで、歴史ゼロのホール、歴史ゼロのオーケストラを立ち上げて、コロナになって、大変な時期を過ごしていますが、コロナ前は年間50万人というお客さんがこの劇場に集まってくださり、オーケストラの定期会員が4800人ぐらいまで行ったのかな。だから3日間の演奏会が本当に定期会員でいっぱいになる。で、満員のお客さんで、夏のオペラも8回から多い時は12回というのがありましたけども、そうした公立のホールとしては奇跡のホールと呼んでいただくようになりました。この兵庫県の劇場の場合も、スタートしたのがもう20年前ですから、佐渡豊っていう指揮者、音楽をやってる方は知ってくださったかもしれませんけど、まず西宮の町に、知ってもらおうというので、こんにちは佐渡豊ですっていう企画が始まったんですね。もう商店街を練り歩いて、そして、何か機会があったら教会や地元のラジオで、こういうものを作っていきます。復興のシンボルとして、阪神・淡路大震災からの復興のシンボルとしてできたので、20年前の西宮というのはまだまだその傷跡、心の傷、そうしたものがいっぱい残ってました。もう具体的にもう二重ローンが抱えているので、その劇場にオーケストラにっていうような状況ではなかったかもしれませんけど、皆さんと話していく間に、だんだんと一緒に、じゃあ舞台でもって、町を元気にしていく、そのことに賛同してくださる方がどんどんと増えてきました。西宮の場合は本当にその、水道が戻って、ガスが戻って、電気が戻って、それだけで人が生きているんではないということを僕自身も強く感じました。歌が歌いたい、できることなら誰かと一緒に歌が歌いたい、ギター一本あったら伴奏して、なんかそれが僕はもうオーケストラの基本であり、音楽の原点なんじゃないかとやっぱ思うようになりました。僕は西宮の劇場を引っ張ってきましたけど、あの場所からそうしたことを学んだ気がします。僕は京都の商店街の中で育ちました。向かいがうどん屋さん、八百屋さん、本当にお店ばっかりある中で、そうした中で、音楽が好きで、それは両親のあれですけども、いつの間にか指揮者になりました。新日本フィルの指揮者になったって、ほとんどの近所の人が新日本プロレスだと思ってるんですけどそんな冗談ありますけど、そういう中で育ったので、この墨田区に来て、やはり人のこう人情がいっぱいあって、大きな町ですけども、そのすごく親しみを感じています。話は戻りますが、墨田音楽大使、具体的に、やはりそのオーケストラがこの町に愛され、オーケストラがこの町にやっぱり貢献をする、早速墨田川高校の吹奏楽も行って、みんなと質疑応答のやり取りをしました。練習もしました。音の鳴らし方基本からやりました。きっと彼らはまた自分たちの演奏でこの町を元気にしてくれるでしょうし、そしてまた新日本フィルにも来てくれることでしょう。演奏会にも来てくれることでしょう。この僕が就任している間、この墨田区の小学校、中学、高校の、吹奏楽部であったり合唱部であったり、あるいは普通の音楽の授業も時間があるときに行こうと思っています。
やはりこうして町を元気にするのは次の世代とどう関わっているかというのは非常に重要な気がしています。いや、今までも新日本フィルはアウトリーチの形でいろんなところに活躍してくれてましたし、そうしたクッドの協力っていうのはしっかり作られたようなんですが、まず僕は僕自身が、そうした場に出かけていこうと思っています。あるいは、まあ、これ本当に思いつきでこの間公開リハーサルで、招待をして、リハーサルと言いながら、まあ、解説しながら、曲を楽しんでもらうんですけど、もう町内会長の単位で来てほしいなと思ったんですね。だから各町内会長に、オーケストラ聞いたことない人たくさんいらっしゃると思うんですけど、ご招待させてもらって、それでこんなオーケストラってこんなことがあるんだと。やはりここはもうこの素晴らしい音響を持ったトリフォニーというのは音の神殿だと思ってます。なかなかその縁が作らないと入りにくいものかもしれませんけど、やっぱりここに来て、100名近い人間が音を、ここで空気を振動させるだけなんですけど、やっぱりそのことを感じてもらう、あるいはもう墨田区の おばさま方が、トリフォニーで新日やってる音ってすごいよねっていうことが、いろんな喫茶店とかで話題になるような、そうしたことが僕の一番の願いだと思っています。そうですね、だから、学校を訪問する、そして、僕も墨田区のことはまだ全然わからないので、さっきも話がありましたけど佐渡散歩という形で、これは YouTube なので、公開されていくと思います。墨田区が大きな戦争の被害があったこと、そこから訪ねていって、そしてもちろんスカイツリーであるとか北斎の美術館であるとか、そうしたところを訪ねて行かせてもらいました。そしてやはりものづくりの町墨田、まだいくつかしか回れてませんけど、そうした服を作ってる、 T シャツを作ってる、あるいは宇宙の会社、墨田って面白いなと思いました。こういう人たちのその町に対する愛情、それが僕にも映って、これから音楽を通して僕の役割としてこの墨田でできることがあるように思っています。そしてこうした活動がやはり、墨田の新日本フィル、そうした形がきっとこれは日本を代表するオーケストラ、になっていくじゃないかと僕は確信しています。このオーケストラの音も変わってきます。オーケストラのメンバーの意識も変わってきます。そして、町の人たち、演奏会に来られない方もたくさんいらっしゃいます。お仕事されてる、お店をされてる、でもそういう人たちが、この町に、佐渡裕がいて、そして新日本フィルがあって、いろんなところで音楽の喜びを伝えてくれてると、やっぱりそう思っていただける、数年間でありたいと願っています。ありがとうございました。さて、今後は墨田音楽大使として活動していくわけですけれども、墨田区の運営する墨田トリフォニーホールの25周年事業にも積極的に関わってまいります。お手元の資料こちらですね、演奏会チラシにもご案内しております。25周年アニバーサリーウィークとして、第1弾第2弾とございますので、こちらも合わせてご確認くださいませ。それではこれより質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。マイクを受け取られましたら、ご質問の前に御社名、お名前、回答者のご希望をお願いいたします。それでは挙手をお願いいたします。はい、音楽評論家の長谷川京介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。佐渡さんは先ほどおっしゃったように2年目で大変な実績を作られたと思うんですけれども、
やはりこの墨田トリフォニーとシニオンフィルというこの音楽的なバックボーンをベースに例えば墨田区を巻き込むようなフェスティバルですね、ミューザー川崎が川崎市と組んで、毎年フェスタさサマーミューザーやってますけれども、ああいったようなフェスティバル、あるいはすでに墨田区にはジャズフェスティバルであるとか墨田音楽祭っていう無料 の, イベント、ここのホールを使ったイベントもあるんですけれども、そういったイベント的なものをお考えていらっしゃるのかどうか、あるいは、例えばクラシックに限らずミュージカルであるとか、先ほど言ったジャズであるとか、佐渡さん の, 得意のバーンスタインであるとか、あるいは、久石譲さんというシニオンフィルとの非常に関係の深い作曲家の方もいらっしゃいますし、そういったアニメの音楽であるとか幅広い客層にアピールするのではないかなと思いまして伺います。そうですね、僕自身も、例えばレパートリーはいろいろと広い方だと思いますし、いろんなジャンルの部分も、できる方かなと思うんですね。後ほどまたミュージックアドバイザーになる、あるいは、来年音楽監督に就任しますので、その時ぐらいにまた別の記者会見を開いて、具体的なレパートリーであるとか、そういうところを話していこうとは思ってますけど、音楽祭もやりたいですね。もう祭り男みたいなもんですからやりたいですけど、これはもう本当に区とトリフォニーの予算次第かなと思いますので、ぜひ、そうしたことで、毎年何かこう、兵庫の場合は夏のオペラ、これはもう本当に、夏にオペラをやる。面白いのはオペラの初日の前の日は地元の人たちで前夜祭があるんですね。でみんなで今年なんかもボエームやるんですけど、全然関係ないんですけど盆踊りやるんですで、地域の人たちがですね、ボエームの舞台はパリですので、仮装大会があったりとかですね、出店が出たりとかして、もうなんかゆるゆるの前夜祭なんですけど、そこに僕も出て、地元の吹奏楽部の4校ぐらい合同で、ファンファレを僕は指揮して、そんなこともやってます。そんなことがこの墨田でも実現したら、それはもう本当に地元の人たちが主催してやってくださっている前夜祭ですけど、ぜひそういうことはしたいなと思いますね。何か年にここがトリフォニーで一つの毎年恒例になっている行事、そうしたものがあって、作れたらなという思いはあります。今年は新日が50周年で、またトリフォニーが25周年という両方とダブルイヤーで、これは僕が言って今いいのかどうか分からないですけど、10月にはこのトリフォニーの25周年のお祝いのコンサートを、2日間続けてやります。そこにはさっきも吹奏楽の指導に行ったって言いましたけども、そういうのを本当に子どもたちはもう一言言うと変わっていくので、その変わっていく姿を実際この舞台でお客さんにも見てもらおうと、あるいは新日の素晴らしい演奏もあると、また僕が首席指揮者をしてますシエナウィンドオーケストラ、アマチュアの演奏があってプロの吹奏楽の演奏も聴いてもらおうみたいな企画を考えてたりとかですね、これはまだまだ始まったばっかりですけど、これからそうしたイベント的なものは充実させていきたいなと。それこそこのホールと区とオーケストラが一緒にタッグを組んでやっていくものを作っていかなきゃなと思っております。ありがとうございます。ありがとうございました。あとお一方くらい、お願いいたします。原野と申します。音楽大使の計画的なちょっとスケジュールというか、
例えばその佐渡散歩なんですけれども、とても面白い試みだと思います。それで年間例えば何本とか、例えば月に何本とか、何曜日にアップするとか、そういったなんか具体的な計画というのはあるんでしょうか。それからあと訪れるところが、どういう企業さんを攻めていくというか、ご紹介していくというか、まあレストランとかそういったカジュアルなところにもいずれは行かれるのかとか、まあ、ちょっとその辺のですね、具体的な、計画と申しましょうか、見通しを少し教えていただければと思います。じゃあ、まあ、佐藤さん、はい、もう実はもう収録もまだまだこれから時間があるときに、撮っていくんですけども、まあ、丸々2日間ぐらいも朝からもう夕方まで歩いて、例えばそうしたスカイツリーの辺からですね、ずっと歩いてちょっとこう新しくなったっていうんですかね、そうしたこうおしゃれなスポットから、あるいは古いお寺であるとか、ここはキラ亭ですとか、面白かったですね。オーケストラに吉鶴さんというビオラの隅田に住んでるメンバー、もう隅田のことはこの人に聞けみたいな人がいるんですけど、まあ、そういう人に案内してもらって、なので今まあ収録している分に関しては、はい、そうですかみたいな形でしか僕はもうなんかまだ分かってないんですけど、そのうち、僕自身がもう隅田を誰かに紹介できるような、そうした番組になっていったら面白いかなと思っています。まあ、もう食事もシーンも撮りましたし、国技館の辺とかも歩きましたし、まあ、隅田も広いですから、いろんなところをまだ今紹介してもらってるっていう形ではありますけど、まあ、丸々2日分は収録しましたので、これからも演奏会、まだミュージカルアドバイザーの期間はそんなにたくさん演奏会があるわけではないんですけど、また佐渡散歩のために隅田に来て新しく収録していくことになります。でも本当に何かおいしいそのおかきが売ってるとことかね、まあ街歩いてたらサインいただけますかみたいなそういうやり取りがあったりとか、まあ、少しずつそういうのが始まってるかなと思います。僕自身がでもまだまだだなと思ったことがちょっと一つありました。これ面白い裏話なんですけど、まあ、お酒飲むのが好きなので、まあ、一人でウイスキーが飲めるバーを紹介していただいて、それで、まあ、すごくいい店だったんですけど、マスターが、まあ、僕が入った時にあーっておっしゃったんで、あ、気づいてくださってんだなと思って、隅田でもと思ったら3階に住んでる人ですよねって言われていや3階には住んでませんみたいな話なんです。これはまだまだちょっと頑張って等身大のパネルをあちこちに貼っていただく必要があるかなと今は痛感しています。ありがとうございます。じゃあ特に配信のペースっていうのはまだ確定はしていないんでしょうか、区長さん。そうですね、それはなんか僕の方からちょっと分かんないけど、どうでしょうか。私から答えましょうか。ですね、本日第1弾が公式ウェブサイトに公開しております。そこから先がちょっと間が空くんですけども、順次公開となっておりますので、楽しみに待たれてください。ありがとうございました。ありがとうございます。何も言わなくても中腰ありがとうございます続きまして後半に移らせていただきます。2022年4月指揮者佐渡豊が新日本フィルミュージックアドバイザーに就任いたしました。2023年からの新日本フィル第5代音楽監督就任に先駆け、ミュージックアドバイザーとしてこの1年はオーケストラを客観的に見るとともに、今後のオーケストラの方向性についても考えていく1年となります。佐渡氏は新日本フィル創立者小澤征爾に見出され、1988年新日本フィルと初共演、ブザンソン指揮者コンクール優勝後、新日本フィル指揮者として共演を重ねてきた
非常にゆかりの深い人物です。それでは新日本フィル理事長宮内義彦より佐渡市のご紹介と就任にあたっての期待などをお話しさせていただきます。宮内理事長お願いいたします。ご紹介いただきました宮内でございます。今日こういう形で佐渡豊さんをご紹介できるということは本当に私にとりましては嬉しいことでございます。私も当交響楽団の理事長となりまして何年経ちますか、随分経つわけでございますけれども、その間、創立者の一人であります小澤誠二さんからですね、何度も直接この新日本フィルハーモニーのをですね、日本を代表する交響楽団に、育て上げるということがあなたの使命ですよみたいなことでですね、大変プレッシャーを感じて今日に至っているわけでございますけれども、その愛弟子の一人であります佐渡豊さんをお迎えしたい、という思いが叶いましてですね、このシーズンからミュージックアドバイザー、そして来年から本格的に音楽監督として我々の交響楽団を鍛えていただくということでですね、本当に大きな期待を持っております。佐渡さんをご紹介する必要もないぐらい、国内だけでなく国際的にもですね、大変活躍されている、これから楽団を背負って行かれるマエストロでございます。そういう方がやってやろうという前向きの気持ちでご参加いただくということでございます。そういうことで、これからの新日本フィルはこれまでにも増してですね、団員の皆さんも精進していただけると思いますし、音楽監督と一体となってですね、本当に、墨田区という大きなご支持をご支援をいただく、そういう意味では東京でありながら極めて、地域密着型の運営をしてまいる、そして、その作り出す音楽は、世界に通用するものになると、世界のオーケストラを見ましても大都市の大オーケストラもございますけれども、地方都市で、世界をに名だたるオーケストラがたくさんございます。そういう形で、新日本フィルは墨田区に根ざして、なおかつ日本を代表し世界に打って出る交響楽団になってほしい、そして佐渡豊マエストロはその道に向かって、その目標に向かって、楽団を引っ張っていただけると、こういう嬉しいことになってまいりました。私はただ単なる一音楽ファンでかなり音楽のこと分かってないんですけれども、コンサートにはたびたび参ります。いつも思いますのは、日本の音楽ファンというのは徐々に高齢化していってですね、このままいくとクラシックファンというのはどうなっていくだろうというなんとなく危機感みたいなものを感じます。なかなか若い人が音楽は好きだけどクラシック音楽のファンになっていただけない。そして日本のファン層はある意味ではこの非常にマニアックで頂点のところが大好きなんですね。それから世界の頂点のところ来るとものすごく歓迎するけれども、なかなか底辺といいますか、土台がしっかりしていないのが、なんか日本のクラシックファンの層だというふうに感じ、私も危機意識を持ちながら楽団運営をしているところでございます。なんとしてもこの若い層にクラシック音楽のいいところを見つけて、
ファンになっていただく、楽しんでいただくということがやはりですね、日本のクラシックの将来にとって大変重要なことだと思います。そんなことを考えておりましたところ、佐渡裕さんとお話しさせていただくとですね、全くどういうのか、芸術的にはもちろんトップをきっちりと競う力をお持ちになりながらですね、いわゆるクラシックの底辺というか大衆化というか、言葉は悪いんですけれども、ファンの層を広げていくということにですね、極めて強い関心を持っておられる、まれなマエストラだというふうに思います。そういう意味で私は日本のクラシックファンを墨田区から作っていくというようなことが本当にこれからできるんじゃないかということでですね、こんな嬉しいことはないなというふうに思っております。そういうことで皆様方もですね、シニオンフィル、そしてそれを率いる音楽監督の佐渡裕さんを温かく、そして力強くご支援いただくということでですね、日本のクラシック音楽のですね、さらなる前進に少しでも寄与できるようにお力添えをいただきたいと、このように思っております。細かいご紹介を私がする必要もないと思いますが、妙な雑談でございますが、妙な縁を感じておりまして、私個人は実はオリックスバファローズという野球チームのオーナーをしておりまして、25年ぶりに優勝いたしました。そして私は西宮出身で東京へ来てもう50年以上になるわけでございますけれども、兵庫県芸文のことはよく知っております。そこで佐渡さんがどういう活用されたかということも昔の友達からたくさん聞いております。そういうご縁も個人的には感じてですね、この当ホールの25周年、そして当楽団の50周年に佐渡さんがおいでいただいたということは個人的にもとても嬉しいなと。ここで一段と楽団は次のステップを埋めるというふうに強い確信を持ってご紹介をさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、新日本フィルミュージックアドバイザー佐渡豊より、ミュージックアドバイザーとしての抱負や新日本フィルへ望むことなどをお話しいたします。佐渡さん、お願いいたします。宮瀬さん のスピーチにちょっと感動いたしました。こうしてみんなが一つの志を持って、この新日本フィルへの愛情というのは作られていくんだとつくづく思います。僕は1961年に生まれました。題名のない音楽会、あるいはオーケストラがやってきた、そうしたテレビ番組を見て、音楽大好きな少年がいつか自分も音楽家になりたい、あるいは小沢誠司という人がいなかったら僕は多分指揮者を目指さなかったと思います。小沢先生の演奏会何回も行って、それこそ夜行バスで、僕は京都ですけど、京都から夜行バスに乗って東京文化会館の新日本フィルの定期演奏会、それを聞きに行ったりもしてました。小沢先生に会いたい思いで、1987年にタングルート音楽祭のオーディション、もう何の紹介もなく突然、受けたわけですけれども、そこで、小沢先生が拾ってくださって、そこで憧れの小沢誠司さんに会うことができ、またその6週間の音楽祭でしたけど、その間の2週間バーンスタインが特別指導ということで、そこでバーンスタインと出会うことになります。僕の本当に、音楽家人生がものすごく変わったのがこの1987年、そして、88年に新日本フィルの式台に立たせてもらうことになります。
まあ、それだけでも本当に夢のような話ですが、まあ、ブザンソンのコンクールに優勝して、大きな、まあ、デビューコンサートという形をさせていただき、その2年後には、新日の指揮者というタイトルをいただいて、約3年間、新日本フィルを指揮させてもらいました。小澤征爾先生の作られたオーケストラ、その影響がものすごく、まあ、充実してたあの頃の新日本フィルを僕はよく知っているわけです。まあ、本当にあの、なんていうんですかね、まあ、まだまだこう楽隊というかそういう匂いもいっぱいあって、もうみんなでもう小澤征爾の棒の下でがむしゃらに弾いてこうっていう新日本フィル、そしてお客さんはその演奏会に期待を込めて本当に当日券をいっぱいたくさんの人が並んでる姿を見てた時代です。記録を今回就任にあたって見せてもらうと、どうももう100回ぐらい僕もこの新日の式台に立っています。そして僕は少し離れたんですね。まあどれ10年ぐらいになるんでしょうか、新日を振ってない。まあヨーロッパの仕事がウィーンのこともあるし兵庫のこともあるしということで、少し離れたんですが、まあ今回、まあ来年の音楽監督就任という話が来て、まあ新日とこうしてまた再会する、なんかもう本当にちょっと信じられない状況ですけども、自分が憧れたこのオーケストラ、そして小澤先生が作られたこのオーケストラの5代目の音楽監督として、まあ、来年戻ってくることになります。まあ、ミュージックアドバイザーというのはそのための1年間、いろんな準備をし、スタッフとどういうそのことができるのか、あるいは、まあ、重複しますけど墨田区とどういうことができるのか、トリフォニーのホールを最大限に使って、まあ、先もなんかイベント的なこともありましたし、もちろん演奏会を充実させることもありますし、今宮内さんの素晴らしいスピーチの中にありましたけど、本当にこの隅田から、また次のクラシックファン、オーケストラファンを育てていく、作っていく、一緒に考えていく、まあ、そういうことを目指して、準備するこの1年間かと思っています。バーンスタインから大きな、まあ、宿題と言っていいと思いますけど、まあ、僕はタングルドでバーンスタインに出会った時に、ジャガイモのようなやつを見つけたって言われたんですね。実はこれは僕は本人から聞いてないんですが、バーンスタインが亡くなってからあの友人にバーンスタインが喋ってくれたらしいんですけど、いやジャガイモのような面白いやつを見つけたと。まあ、それは1987年の話ですけど、今はもう泥がまだついてるけど、この泥が、取れる日が来たら世界中の人が毎日聴くような音楽を作るだろうと。つまりこれはあの僕にとってはすごく大きな宿題で、一人でも多くやっぱりオーケストラの喜び、クラシック音楽の素晴らしさ、そうしたものを届けるのがお前の仕事だよと言われているように僕は受け取っています。それがまあ、兵庫でやってきたことであり、あるいは今ウィーンで年間に5ヶ月ぐらいウィーンで、演奏会をしているわけですけども、そこで見るヨーロッパの良さと弱点もやっぱりあるわけです。もう高齢化なんてのはまさにヨーロッパの音楽界がそうです。いやウィーンはそれでも観光客が来て音楽の都、あの学友協会の金色のホールいっぱいになります。だけれどまあこの日本で、こんだけそのいろいろ刺激のある音楽や、それ以外のものがある中で、このクラシック音楽のその素晴らしさ面白さっていうのが、広がっていかないっていうのはもう本当に大好きな一人として、何か考えなきゃいけないずっと思ってました。そして決してそのいろんな刺激がある今あのたくさんの若者が楽しめる中にこのオーケストラの面白さというのはしっかりと伝わるものだと僕は確信しています。何百年も続いたこのオーケストラというのが今も火がつくような演奏をし、今このベートーベンが目の前で生きている、
そうしたものが届けられれば、オーケストラの魅力っていうのはきっと今の人たちに大きな喜びを与えられるものと確信しています。まあ、そうしたことがこの新日本フィルと、このトリフォニーのこの舞台で、そして、墨田区との協力で少しずつ少しずつ、それを広げていきたい、そうしたものが世界のオーケストラも日本に来たら憧れ、例えばサントリーホールの舞台で、我々はこんなふうに愛されたオーケストラでこういう音になっていった、それをサントリーホールでもお披露目する、まあ、それが今僕は持っている具体的な構想です。まあ、オーケストラと具体的にどういうことをやっていくのかというのはまた音楽監督になるまでに、また発表したいと思いますが、まあ、ミュージックアドバイザーというこのタイトルはオーケストラがこの社会においてどういうその価値を持ち、街にどういう貢献をするのか、これが僕にとっては最大の課題だと思っています。ありがとうございました。ここですでに開幕しております2022-23 シーズンの演奏会について簡単にご説明させていただき、その後また佐渡さんのお話に戻りたいと思います。新日本フィル事業部長大貫敦よりご説明いたします。まず兵団がですね、今年創立50周年ということで、昨年の9月から来年3月まで約1年半を50周年の記念イヤーに当てております。5年間の、まあ、上岡音楽監督の体制から、来年度の佐渡新音楽監督の体制のちょうど、まあ、過渡期にも当たっておりまして、9月始まりでした、まあ、シーズンをこの1年半を経て4月のスタートにさせていただく準備期間にもなっているかと思います。50周年にあたりまして、まず兵団ゆかりの指揮者の方に今の新日本フィルにふさわしいプログラム、まあ、自身が得意とするプログラムを選定いただいております。まあ、トリフォニーサントリー定期なんですが、まあ、以前はトリフォニー2回サントリー1回で行ってきた公演をですね、合体、まあ、凝縮させまして、まあ、名称が分かりにくいという指摘もありましたので、まあ、同一プログラムでトリフォニー定期を1回、まあ、サントリー定期を1回と、ね、まあね、2回で、2回の同一プログラムで昨年9月から改めさせていただいております。昨年の、昨日の、サントリー、また週末のトリフォニーでは佐渡さんの方に、ブザンソンコンクール優勝後の凱旋公演となりました、まあ、定期と同じプログラムでまず私たちの立ち位置を確認するといいますか、そのようなプログラムを選ばせていただきました。このあと7月にはですね、第3代音楽監督でしたクリスチャン・アルミックが久々に登場いたします。でカルミナ・ブラーナを取り上げます。また年明けには2代音楽監督を務めました井上道義さんがこれはコンサート形式で、まあ、自身 の、 作曲のミュージカルオペラを披露いたします。そして シリーズの締めくくりには、コンダクター・イン・レジデンスを務めた、インゴ・メツマハさんも登場しまして、新ウィーン楽派の意欲的な作品を取り上げることになっております。またトリフォニーでの、墨田クラシックへの扉公演ですが、金曜と土曜のマチネ公演で行っていたルビー公演ですね、こちら、まあ、上岡音楽監督の時代には、まあ、定期公演と同様に、かなりその深く掘り下げたプログラムも取り上げておりましたが、もともと行っていたそのクラシックの扉の原点といいますか、まあ、広くクラシックの名曲をお聴きいただく、まあ、お客様にクラシックへの扉の開いていただくといいますか、それがここ墨田で行われているということも一目で分かるように、墨田クラシックへの扉と名称を変更して内容も変更してシフトしてきております。こちらについては4月にコンポーザーインレジデンス、ミュージックパートナーを務めます、久石譲の指揮で、展覧会のドフランス作品、またこの5月には井上道義さんの指揮でこちらトリフォニーホールのオープニングで移植されました、新見さんのオルガンと和太鼓のための風神雷神、まあ、ボレロ等を取り上げたことは記憶に新しいところだと思います。そしてこの先ですね、秋には初代音楽監督でした、小泉和弘さん、また兵団の指揮者としてご活躍いただきました高関健さんにも登場いただきます。ちょうど9月から来年の1月までが、ブラームスのシンフォニーを、まあ、4曲とピアノ協奏曲2曲を取り上げるような構成になっております。そして最後、扉の締めくくりにはですね、小曽根誠さんに、兵団の50周年と、まあ、トリフォニーの25周年を記念した墨田を題材にした、移植新作を
OH さんの式で披露いただくことになっております。まあ、50年の間に本当にいろいろな方に支えられて今の新日本フィルがあることをお感じいただけるようなラインナップになっているのではと思いますので、皆様ぜひ会場に足を運んでいただいて、まあ、記事等でお取り上げいただけましたら大変幸いでございます。簡単ですが以上でご紹介させていただきます。ありがとうございました。今期のプログラムの後、満を持して佐渡豊音楽監督体制がスタートするわけですけれども、23年からの音楽監督としての大まかな展望など簡単にお話しさせていただきます。佐渡さんお願いいたします。本当にこの町とオーケストラが、一体になって、豊かな心を持てるように心のビタミンを届けられる、それがもう本当にまず軸にあります。ただこの音楽監督というのはやっぱりオーケストラのその、モチベーションであるとか特色であるとかそういったものを考えていかなきゃいけません。レパートリーに関しては、具体的にまだ発表する時期ではないかと思いますが、僕自身、パリに10フランスに18年行って、2009年からはドイツ語圏の方に、ヨーロッパのベースを移して、それでウィーンのオーケストラももう6シーズン目となります。ウィーンのオーケストラも2025年までは続けることになってて、ちょっと行ったり来たりをしなきゃいけないんですが、やはりオーケストラとの信頼関係を築く上でも、僕はウィーンラインっていうふうに名付けてるんですが、やはりハイドン、モーツァート、ベートーベンから始まってずっと、ウィーンで活躍した、音楽家を一つのレパートリーの中心に添えようと思っています。ブルックナーとかマーラーとかも当然そこに来ますし、昨日はドン・ファンっていうリハート・シュトラース、僕は新日で最初の時にその立たせてもらったのもハイドンシリーズだったんですね。ハイドンのもう、全曲シリーズっていうのを道吉さんがやってらして、そこに呼んでいただいたことも自分にとっては大きな経験なんですけど、こうしたハイドンみたいな室内楽にも近いぐらいの編成のものはやっぱりオーケストラのメンバーのアンサンブル意識もすごく高まりますし、そうしたものが核になって、例えばマーラーだとか、ブルックナーとかそういうふうな大きな作品にもつながっていく。それで、今は例えばベートーベンの7番をメインにやってまして、また明日からまた11公演ツアーが6月の5日まで、続くんですけど、ベートーベンっていうのはもう何回やってもそれぞれのパートですね、もう管楽器のセカンド奏者も、弦楽器のもう誰一人としてやっぱり自分の役割が見えてくるんですね。だから、ベートーベンとかもこれからもよく取り上げていくことになるでしょうし、レパートリーの中心になるのはこのウィーンラインっていう、僕自身がまた、トンキンスラ管弦楽団と学友協会でやった経験っていうのを一つのまた土産話として、またこの新日でも取り上げていくことになります。ただレパートリーとしてはさっきも言いましたように、フランスでの経験もありますし、ついこの間も兵庫とウィーンで、取り上げたのは竹光さんの作品ですね。CD も今まで録音もしてますけど、やはり日本を代表する、一番の作曲家だと思いますし、いつもいつもベートーベン、いつもいつも、ブルックナーマーラーではなくて、そうしたコンビネーションで、素晴らしいそのいろんな作曲家も取り上げていければなと思っております。やはりプログラム、ソリスト、そしてどういうゲストの指揮者を呼んでくるのかっていうのが、オーケストラのやっぱりモチベーションもそうですし、お客さんもバラエティに飛んでるっていうところもやっぱり見えなきゃいけない。そしていながら、このオーケストラはこういうものを軸にして、佐渡新体制でオーケストラを作っていこうとしているんだと、そういうことは慎重に、じっくりと考えて、また来年からの新しいスタートを切りたいと思っております。ありがとうございました。
2023年新シーズン発表の際にはまた改めまして皆様へお知らせの場を設ける予定でおります。どうぞよろしくお願いいたします。それではこれより質疑応答に移らせていただきます。申し訳ないんですけれども、ちょっと時間の都合でですね、お二方ぐらいでお願いいたします。それではお願いいたします。フリーラいいですか。フリーランスの池田拓夫です。こんにちは。質問が宮内さんに1問と佐渡さんに1問あります。宮内さん、さっき地方都市でも世界的に、例えばね、バンベルク交響楽団とかイエーデボリとかね、いろいろあるわけですけれども、新ニヒルの長い歴史を見ると、最初は小沢さんの正常人脈ってことを考えて渋谷のオーチャードホールでも定期をやってたのが、トリフォニー市場を移す過程でオーチャードからの定期がなくなったわけですよね。それで他の東京のオーケストラって大体、シティフィルムはティアラ高等ですけど、他は大体山手の方にフランチャイズを持っていて、隅田川のこっち側のオーケストラでこんだけ大きいホールと大きい規模のものはここしかないので、もっと隅田のオーケストラっていうことをね、さっき佐渡さんがサントリーホールに成果を持ってきたいとおっしゃったんで、思い切ってサントリーホールの定期やめて隅田2日間やって、極上になったところでサントリーでバンって打って出るようなね、結局サントリーどこのオケも出るんで、どこのオケがサントリーホールの顔のオケかっていうのは逆にもう分かんない状態なんで、無理して頑張ってやる必要もないような気がして、もう隅田で2日間やってガンガンとやって、もっと隅田のオケってことをアイデンティティを確立して、極上の成果だけを、ちょうど渋谷から撤退したのと同じように、そういうアイデンティティを確立するんだったら、もうちょっと思い切って隅田との一体化を、押し出していくのが得策ではないかと思うんですが、いかがでしょうかというのが1問目。それから2問目は、トンキュンストラ、ニーダレスターライヒのオーケストラともう6シーズンということで、今年の初めかな、台湾人の素晴らしいフルート奏者の人ともズームでインタビューして記事を書いたんですが、ああいう今ちょっとコロナで大変だったけど、だいぶ落ち着いてきたと思うので、かつていろんなオーケストラが学院交換ってやってたじゃないですか。だから例えばチェンさんがしばらくの間新ニッフィルで吹いて日本のことも知ってもらったり、新ニッフィルからウィーンのオーケストラに派遣したりとかね、そういうこともせっかくいくつヨーロッパと日本にポスト持ってらっしゃるんで、そういった一体化みたいな、そのウィーンラインの一体、人間的にも一体化っていうのプランはあるんでしょうか。この2つです。よろしくお願いします。ありがとうございました。大変貴重なアドバイスをいただいたと思いますが、今日全く出ていない問題といたしましてはですね、やはりオーケストラの運営という面がございます。そういう意味では東京には数多くのオーケストラございます。その中でやはりトップクラスを目指していこうと思います。やはり運営面、財政面でしっかりしないといけないということはございます。自主団体として発足しましたこのオーケストラは、何か母体があってですね、財政的に全く心配しなくていいというところとから見ますと非常にハンディを負っているわけで、そういう意味では運営に非常に工夫をしないとですね、そういうところに誤していけないということはございます。そういう意味で確かに隅田に定着してですね、頑張るということもおっしゃる通り一つのあり方だと思いますけれども、全く別の面ではやはり財政面を考えると日本のオーケストラだということでですね、地方へ行って、委託演奏会なんかもお受けしないといけないと、そういう場合にはやはり、例えばサントリーホールでもやってるよということもですね、マイナスにはならないんですね。ですからそういう総合判断の中でやはり、運営しながら墨田区発ということに、おっしゃる通りこれからもっともっと力を入れていければというふうに思っております。ありがとうございました。
そうです、まあ、隅田のトリフォニー、まあ、今回も隅田このトリフォニーで、演奏会をさせてもらう同じプログラムでサントリーで昨日サントリーの本番でしたけど、トリフォニーはもうおかげさまで、完売チケットは完売いたしました。そして昨日、まあ、サントリー、まあまあ、8割ぐらいはお客さんが入ってくださったかなと思うんですけど、まあ大変どっちも温かくお客さんから迎え入れましたけど、やはりお客さんのもう層っていうんですかね、やっぱりそれも全然違いますね。今池田さんがおっしゃったことっていうのはもう僕もずっと思ってることで、兵庫で西宮がある意味成功したのは神戸でもなかったし大阪でもなくて、西宮っていう一つの限られた空間の中で、本当に口コミで人が人に伝わっていった。とはいえ宝塚の町がある、芦屋が隣にある、いや神戸からも大阪からも人も来てくれるっていう交通の便の良さがあります。まあ、兵庫の例を出すと、もう本当にスタッフと一番最初いろんなその作戦を立てました。もうコンパスでもう何キロ周囲もうこっから攻めていこうみたいなところの発想で、学校を回ったりとかそうしたとこから始めていきました。隅田っていう、この地域に僕はすごく限定して、まあ、今言ってるのはもちろんその他の区からも来ていただきたいし、千葉からもお客さん来ていただきたいし、もう大歓迎なの、もう日本中から、もうそれこそ僕が学生の頃に、まあ、夜行バスで今来る学生あんまりいないかもしれませんけど、それでも新日来たいと思うと。でもそう思えるその魅力っていうのは、そのやっぱりこの地元の人たちが自分たちのオーケストラだと思って、そこにまあいい演奏に対して熱狂してくれてる、このトリフォニーの独特な雰囲気というものが作っていけるように今回も思いました。まあ、それは公開リハーサルをして直接話をしたり、あるいは学校に行って子どもたちと話をしたり、墨田区の企業の人や町内会長の人たちと話をして、このオーケストラを盛り上げていこう、まあ、そうしたものがやはりこのトリフォニーの中で演奏会をする独特の雰囲気になって魅力になっていくのではないかと思っています。じゃあサントリーはやめようかと、やっぱりそこはですね、これはもう世界中のオーケストラも日本に来たらやはりサントリーで一発いいとこを見せて、うちのオーケストラ、バンベルクのオーケストラも街がもう愛してるオーケストラですね、もうそれはもう僕もよく知ってます。だけどやはりサントリーホールであったりカーネギーホールであったりウィーンの学友協会であったりベルリンのフィルハーモニーであったり、そうしたところにある種その自分たちの腕試しをするわけですよね。そうなんです、サントリーホールには世界中のオーケストラが舞台に上がってきます。日本中のオーケストラが舞台に上がってきます。まあ僕らの世代は特にその音楽専用ホールとして日本のそのクラシックの殿堂として、いまだにあのサントリーのステージに上がるときには一瞬の緊張感をみんな感じながら、まあそこに上がれた喜びとですね、その両方の中であのサントリーの舞台に上がります。ですからトリフォニーでもう本当にここでしっかり練習をして、ここでそうしたたくさんの人に囲まれていい演奏家を作る、それがどうだろう、サントリーで一ついいとこ見せようじゃないかと。当然そこでは東京交響楽団、いろんな NHK シンフォニー、いろんな、あるいは海外のベルリンフィルやウィンフィルなんかも聞きに行ってる方が来られます。でそこで新日の評価も下されると思います。それはやっぱりオーケストラにとってもプラスだと思うし、オーケストラのメンバーのモチベーションとしても高いものが持てるんじゃないかなと僕は思います。なので続けさせてください。あとあの学院のエクスチェンジの方、学院のエクスチェンジの方、あのウィーンのオーケストラとの2つ目ですね。そうそれはね、兵庫の方ではねもうやってて、まあ、夏のオペラの時に、
トンキンストラのメンバーが例えばホルンとかで入ってくれたりとかですね、そういうことはやってました。まあどちらにしろ交換するのもお金もかかることなので、まあそういう余裕があったらぜひやりたいですね。あるいはまあもしかしたらトンキンストラももう1回ぐらい僕が任期中に日本公演もあるかもしれないので、もしもうまくいったらそれこそ合同演奏会ができたりとか、そういうことはぜひやりたいなと思っています。ありがとうございました。申し訳ございません。お時間の都合で、ちょっとこれから先のご質問は難しいんですけれども、どうしてもという方いらっしゃいますか。すいません、ありがとうございます。それではですね、お時間の都合によりまして、質疑応答終了とさせていただきます。皆様本日は長時間にわたりまして誠にありがとうございました。以上をもちまして、佐渡裕隅田音楽大使および新日本フィルハーモニー交響楽団ミュージックアドバイザー就任記者発表会を終了いたします。なお、本日皆様のお土産として新日本フィル50周年誌をお渡しさせていただきました。こちらも合わせてお読みいただければ幸いでございます。それでは本日は誠にありがとうございました。今後とも新日本フィルをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。